ランディクー・トゥアは、アメリカ合衆国の男性俳優、元総合格闘家。ワシントン州、エヴァレット出身。エクストリーム・クー・トゥア主催。元 UFC 世界ヘビー級王者。元 UFC 世界ライトヘビー級王者。UFC 史上初の2回級制覇王者。UFC 殿堂入り。UFC で40歳を超えて王者を獲得した唯一の選手。 笑顔を見せる、クーとは予想時を超えてもなお厳しいトレーニングを重ね、UFC 王者になったことや、タイトルマッチを UFC 史上最多の16度戦ったことから、鉄人と称される。グレコローマンのクリンチ、テイクダウン技術に加え、ボクシングとパウンドに優れ、今日の総合格闘技の先方に大きな足跡を残した。UFC において、 ヘビー級とライトヘビー級の2階級で通算6度の王座体感という前人未踏の記録を達成している。高校時代にレスリングで州王者になる。高校卒業後にアメリカ陸軍に入隊。軍曹を務め1982年から1988年まで在籍。その間にレスリングと並行してボクシングを経験した。除隊後、 オクラホマ州立大学で NCWA のディビジョン1で準優勝を2度獲得し、オールアメリカンに3度選出。1988年、1992年、1996年の3度オリンピックの補欠選手に選考された。その後、大学時代仲の良かったドンフライが出場した UFC10 を観戦し、総合格闘技への転向を決意した。 1997年5月30日、33歳での総合格闘技デビュー戦となった UFC13 のヘビー級トーナメント1回戦で、トニーホームに開始56秒にチョークスリーパーで1本勝ち。決勝でスティーブン・グラハムにパウンドで1ティコ勝ちし、優勝を果たした。1997年10月17日、 UFC15 のヘビー級王座挑戦者決定戦でビクトーベルホートと対戦し、パウンドで1ティコ勝ちを収め王座挑戦権を獲得した。ヘビー級世界王座獲得1997年12月21日、UFC ジャパンの UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで王者モーリス・スミスに挑戦し、2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 UFC 離脱契約問題から UFC を離脱し、ヘビー級王座を剥奪される。1998年10月25日、バーレ・トゥード・ジャパン98で、遠征井の上に腕ひしぎ十字固めで 1R1 本、負け。1999年3月22日、リングスに初出場し、遺留品名舎にチキンウィングアームロックで 1R1 本、負け。その後、 一時総合格闘技を休養し、アマチュアレスリングに復帰をしている。2000年10月9日、リングスのキング・オブ・キングストーナメントに参戦し、1回戦でジェレミー・ホーに3から0の判定勝ち。2回戦では柳沢隆氏に2から0の判定勝ち。UFC 復帰、ヘビー級世界王座奪還2000年11月17日、UFC 復帰戦となった。 UFC28 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで王者ケビン・ランデルマンに挑戦しパウンドでサンティコ勝ち UFC 復帰戦を白星で飾り2度目のヘビー級王座獲得に成功した2001年2月24日リングスのキング・オブ・キングストーナメント準々決勝で高砂勝吉を3から0の判定で破るも続く 準決勝でバレンタインオーフレームにフロントチョークで 1R 一本負けを喫した。2001年5月4日、UFC31 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで挑戦者、ペドロヒーゾと対戦し、3から0の 5R 判定勝ちで王座の初防衛に成功するも非常に接戦だったため、UFC34 で、 ヒーゾとの再戦が組まれ、パウンドで3ティコ勝ちを収め、2度目の王座防衛に成功した。2002年3月22日、UFC36 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで挑戦者、ジョシュ・バーネットと対戦し、パウンドで2ティコ負け、3度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。しかし、その後バーネットは薬物検査を失格して、 王座を剥奪されている。2002年9月27日、UFC39 の UFC 世界ヘビー級王座決定戦でリコロドリゲスと対戦し、グラウンドの肘打ちでギブアップ負けを喫し王座獲得に失敗した。ライトヘビー級世界暫定王座獲得2003年6月6日、ライトヘビー級転校初戦となった UFC43 の UFC 世界。 ライトヘビー級暫定王座決定戦で、チャックリデルと対戦し、マウントパンチでサンティコが地を収め王座獲得に成功。UFC 史上初の2階級制覇王者となった。同じく2003年、映画、ブラックダイヤモンドに出演。ライトヘビー級世界王座統一2003年9月26日、UFC44 の UFC 世界ライトヘビー級王座統一戦で、正規王者。 フィトオーティズと対戦し、サンパラレ0の 5R 判定勝ちを収め王座統一に成功した。世界王座陥落2004年1月31日、UFC46 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで挑戦者ビクトー・オベブフォートと5年ぶりに再戦し、試合開始わずか48秒で、右目付近をカットしてしまい、 ドクターストップによる TKO 負けをキッシュ王座から陥落した。ライトヘビー級世界王座奪還2004年8月21日、UFC49 の UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチで王者ビクトー・ベブフォートに挑戦し、3R 終了時にドクターストップで TKO 勝ちを収め王座奪還に成功した。試合後には試合を観戦していた。 プライドミドル級王者のバンダレーシューバに統一戦を要求した。2005年1月から4月にかけて放送されたリアリティ番組ザ・アルティメット・ファイター1でチャック・リデルと共にコーチを務めた。世界王座観楽2005年4月16日 UFC52 の UFC 世界ライトヘビー級タイトルマッチで挑戦者チャック・リデルと2年ぶりに再戦し右ストレートでダウンを奪われ パウンドで 1RKO 負けを喫し王座から、陥落した。2006年2月4日、UFC57 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで、王者チャックリデルとラバーマッチを行い、カウンターの右フックでダウンを奪われ、パウンドで 2RKO 負けを喫し王座獲得に、失敗した。敗戦直後に引退を表明。6月24日、 ザ・アルティメット・ファイター3フィナーレの大会中に UFC で4人目となる UFC 殿堂入りが発表された。2006年11月17日、グラップリング大会の X ミッションにおいて、ムンジアル王者にして、アブダビ王者のホナウド・ジャカレーと対戦。40歳を超えて、グラップリング界のトップ選手に引き分けた。2007年1月11日、 UFC68 での復帰とヘビー級への再転向が発表された。同年2月3日、ラスベガスに設立した自らのジム、エクストリームクルーツアのジム開きを行った。3度目のヘビー級世界王座獲得2007年3月3日、43歳での復帰戦となった UFC68 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで王者ティムシルビアに挑戦。 試合前は不利と目されていたが、試合では 1R 早々から、右ストレートでダウン奪うなど、終始シルビアを圧倒し、サンパラレーノ 5R 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2007年8月25日、UFC74 の UFC 世界ヘビー級、タイトルマッチで挑戦者、ガブリエル・モンザーガと対戦し、マウントパンチでサンティコ勝ち。 王座の初防衛に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。44歳にして王座を防衛したが、3R にコンザーガのハイキックをブロックした際に左前腕を骨折。全治6週間の重傷となった。2007年10月11日、2試合の契約を残したまま UFC からの離脱及びヘビー級王座の返上を表明。これに関して、クー・トゥアは、 プライドヘビー級王者エメリアエンコヒョードルが UFC との契約が成立せず対戦が実現しなかったこと、ギャラへの不満等を理由に挙げている。前後してユニバーサル映画、スコーピオン・キングにへ主演し、南アフリカで撮影を行った。以来、UFC と複数の法廷闘争を行っていたが、2008年7月31日、ハドネットがズッファに対して起こした裁判で、 テキサス州最高裁判所が、クートゥアの契約不履行との判断を示し、事実上の敗訴となった。9月2日、UFC の記者会見で、和解の成立及び UFC との再契約が発表された。世界王座陥落2008年11月15日、1年3ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC91 の UFC 世界ヘビー級。 タイトルマッチで挑戦者ブロックレスナーと対戦。パンチを幾度かヒットさせたものの、ニアールに右フックでダウンを奪われ、パウンドを受け続けて TKO 負け。二度目の防衛に失敗し、王座から陥落した。2009年8月29日、UFC102 でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦し、0から3の判定負け。破れ走ったものの、 Fight of the Night を受賞した。同年11月14日、UFC105 で、ブランドンベラと対戦し、ダウンを奪われる場面もあったが、試合全体を優位に進めて3から0の判定勝ちを収めた。2010年2月6日、UFC109 でマーク・コールマンと対戦。UFC 電動入り選手同士の対戦となったが、チョークスリーパーで 2R1 本勝ちを収めた。 2010年8月28日 UFC118 で元ボクシング3階級王者のジェームズ・トニーと対戦。総合格闘家のクートゥーアタイボクサーのトニーという事実上の異種格闘技戦となったが試合開始早々にシングルレッグのタックルでテイクダウンしすぐにマウントをダッシュして片固目で 1R1 本勝ち。 UFC 最年長勝利記録の47歳での勝利となった。2011年4月30日、引退試合として UFC129 で両都町田と対戦し、前蹴りでに RKO 負けを喫し、47歳での現役引退となった。2019年10月23日、心臓発作を起こし緊急手術を受ける。 トレーニング中に胸部に痛みを感じたためローラーを使って痛みを取ろうとしたが解消せずトレーニング終了後に帰宅し休息を取るがそれでも痛みが収まらなかったため徒歩で病院に行ったところ即集中治療室に入り緊急手術となったスティーブ・オースチン、シルベスター・スタローン、テリー・クルーズと記念撮影するクルトゥア。ありがとうございます